はい、仙台英語。これは、点数を取るためという、せこい講座です。でも、試験があれば、1点差に10人ぐらいが群がってくるということが実際あります。そうすると、受かるコツ。はい、それは、リズムに、乗っていこう。そしてチャンスがあればしがみつこうですよね。時間配分、全体のことでは今こういうことが言えます。マーク模試っていうのが進みました。どこで？一つは、河合塾の、全国統一全島マーク模試です。一応判定は出てますよね。それからそろそろ、駿台、ベネッセ、駿台予備学校とベネッセ、この2つが、共同して共催している真剣ベネッセマーク模試、これもそろそろ帰ってきてますよね。そうすると判定が出ている。で、それで二つの判定が違うことがある。どうしたらいい？悪い方を、悪い方を基準に考えたら、まあいいと。つまり悪い場合は悪い判定になるんだよと。そしていい場合は、いい判定になるんだよと。秘密ですけど、英語のことを言ったら、前頭マークの方の英語が大体正しいみたいですね。割と似てる感じがします。寸大のはちょっとマニアックすぎるようなひねり方があります。おすすめは何かというと、自分のパターンを知ること、エラーアナリシス、間違いを分析する。その結果、今の、高校3年生および苦労人、浪人の人は、センター本物をやり抜く。だいたい30回分というのが苦労本には載っていますよね。河合出版の苦労本、あるいは、赤本、教学者ですね。世界思想者、教学者と本当は言ってますが、そこの赤本、大学別入試問題集に載っています。はい。それをやっていく。手っ取り早くは、角川の、作っている、竹大川の、本2冊を、はい、これをやっていけば、ほとんどの、出るところが載っています。時間がない？まあ10年分をやる。しかしもっと古くからやった方が、いいですね。逆にやっていくと今回は、一番難しいと言われている。世間が言ってるから。それから、さらに1年後、2020年入試は、今19年ですね。2020年入試はいいとして、2021年からの、入試、センター試験がなくなり、共通試験になる。そこで外部試験をどうするかで揉めている。ボロが出てきている。それを、無理やり推し進めようという、文科省、文部科学省の問題があります。それゆえに、今の、高校3年生および今の浪人生は、下手に浪人するとシステムが変わるから絶対的に不利になるわけです。
だからそれをみんな知ってるから、緊張の連続、はい、I feel sympathy for you、 こうなります。はい、だから言えることは何かというと、エラーアナリシス、エラーアナリシス、エラーアナリシス、他の人、そうです、もう大学生になってぼーっとしている人は、センター試験のことを、昔のことを思い出し、そして緊張感を取り戻そう、そしていろんな言語をかじってみよう。そうすれば気合が入って、はい、気合が入って、大学院に皆さん行くつもりで勉学に励もう。これがコツです。そうしないからぼーっとしている、大体の結論です。はい、決めつけてすいません。じゃあよろしくお願いします。